1980年から1984年、週刊ヤングマガジンにて、PS、元気です春平、連載。1983年から1987年、別冊漫画アクションにて、女友達、連載。1987年から1988年、ビッグコミックスピリッツにて、同級生、連載。1988年から1990年、ビッグコミックスピリッツにて、東京ラブストーリー、連載。1991年から1998年、ビッグコミックにて、家族の食卓、連載。1992年から1993年、ビッグコミックスピリッツにて、アスナロ白書、連載。1994年から1995年、ビッグコミックにて、エイジ35、連載。1996年から1998年、ビッグコミックスピリッツにて、お仕事です、連載。1999年から2002年、ビッグコミックスペリオールにて、既婚家族、連載。2000年、ビッグコミックスピリッツにて、ハオルーンで会いましょう、連載。2004年から2006年、ビッグコミックにて、小早川信樹の恋、連載。2005年から2008年、モーニングにて、花分けの4姉妹、連載。2008年から2010年、ビッグコミックスペリオールにて、はんなり、連載。2011年から2012年、ビッグコミックスペリオールにて、同窓生、人は三度恋をする、連載。2017年から2020年、女性セブンにて、恋する母たち、連載。2021年から2024年、ビッグコミックにて、バラムラへようこそ、連載。以上が、サイモン文先生の主な作品になります。